どうも皆さんこんにちは、クエトです。エクスティンクション生活その2ということでね、今回も頑張ってデータを進めていきたいなと思います。というわけでね、前回から、ある程度進めてプテノドンにサドルをつけたり、あとステゴサウルスをテイムしたりしました。ステゴサウルスがねめちゃくちゃ便利です。はい、リバランスのおかげでねベリーとかをたくさん採取できるようになったんで、ナルコベリーとかを取りやすくなりましたね。であとね、あれ気づいてなかったんですけど、このステゴさんね、リバランスからベリーの重さを4分の1にしてくれるんですよ。例えば 今俺が持ったら10キロなんですけど、こっちが持つと 2.5 なんで、ベリーを4分の1の重さにしてくれます。 75% カットっていう感じでね。であとこいつはモードチェンジで木材と藁も取れるんで、なかなか万能な子になりましたね。序盤で嬉しいステゴサウルスとなっています。はい、というわけで今回はね、目をつけてる生物がいるのでね、そちらをテイムしていけたらなと思います。というわけで今回俺が目をつけているのは、あいつだっけ、お前じゃないな、お前か、お前でもないな。じゃあお前だ。お前だよ。145レベルのアルゲンタビス。こいつをテイムしたいと思います。というわけで早速、罠を作りましょう。で、ここにね、いい場所があるんで、ここに作りましょう。はい、というわけで早速罠を作っていきたいと思います。材料はこちらですね。こちらの建材を使います。まず石の土台を置きます。でちょっとこっちにもスナップするか確認しよう。よし、 OK。 そしたら、石の支柱ですね。石の支柱を使います。石の支柱をここら辺にピッと、でもう一個つなげます。で石のダー枠をここに、この上の方にはめて、ドアをつける、ハッチ枠を置く、石の柵を2つ置いたら、はい、完成です。で石の土台を横に置きます。はい、なぜ石の土台を置くかというとですね、ここに置かないとね、このドアがね、開けづらいんですよ。なので、土台を置きましたと。という感じで、罠できたんで、アルゲンタビス、誘導していきます。はい、OK。はめて、で、ドアを閉めます。ちょっと羽が邪魔。OK。これオッケーだな。はい、これで、ね、出れなくなってます。ということで撃っていきます。はい、寝ました。オッケーオッケー。スタミナが高くて体力がめっちゃ高いよこいつ。平均が1898、1900ぐらいなんだけど、こいつ体力2700あるからめっちゃ体力個体。なるほど。っていう感じで、あと眠らせたんで一旦描写外に行きまして、でこの UI とかで気絶値と、あと食料値が結構下がるのを待ってからテイムします。便利だな。便利すぎた。次はお前だ。よし、2個て、ちょっと恐竜の採取量を下げたから、ちょっと霜降り肉あんま手に入んなくなっちゃったな。っていうかね、この世界だと、霜降り肉がね、アルゲンタビスぐらいしかちょっと取れないんだよな、今プテナだと。あれステゴとかもね、昔は取ってたんだけど、今ステゴ強くなっちゃったからなかなか厳しいよな。
よし、オッケー、アルゲンタビス、テーム完了。よろしくな。はい、で続いてもね、目つけてる恐竜をね、テイムしていきたいなと思います。それがね、はい、あちらですよ。スピノサウルスレベル150。うん、あれお前、前回見つけたティラノサウルスレベル110はどうしたんだと。うん、まあ簡潔に言えば消えやがりましたね、あいつ。はい、また消えやがってよ、本当に。というわけでね、まあちょっと悲しかったんですけど、でもね、このスピノサウルスレベル150を見つけたんでね、こいつをテイムしたいと思います。うん、でこいつを使ってね、防衛戦もやりたいんですよ。あの低音ポット欲しくてですね、やっぱこの世界は低音ポットないと始まんないんで、まあそのためにね、大型肉食恐竜が欲しかったんですけど、であのスピノサウルスを見つけたんでね、こいつをテイムしていきます。うん、というわけで早速、まあ罠を作っていきますか。うん、オッケー。で、ここにトラバサミを2つセット。っていう感じでオッケー。じゃあ誘導していきます。オッケー。うわ、最悪だ。ちょ待って、お前はダメだ。オッケー、ナイス。うわうわ最悪だ。ちょっと待って待って、ちょっと待って、トラバセンもう一個。いやマジか、ちょっとやっちまったな。汚染生物マジ最悪だ。あ、一個あるな。一個あればいける。あ、お前やったな。お前やーべえとこ落ちやがったな。もう何やってんだ。くそ、すべてあのラプトルのせいだ。絶対許さねえ。疲れるわ。ほんとプテラ嫌いだわ。この汚染プテラがよ。うざい以外の言葉が出てこねえ。はあ、倒したのにすぐ湧く。これだから汚染生物は嫌いなんだ。ほら、来い。あともうちょっとだ。このチャンス、最後のチャンス。オッケー、よーし、勝った。というわけで寝かせるか。え？え？寝た？え？あれ？お前誰？お前スピノサウルスレベル10じゃねえかよ。はあ？あれ？あれ？あれ？
かしいな。俺は確かに150を狙ったつもりなんだけど、あれ？マジかよ。もうまたやり直しじゃねえかよ。150どこ行った？全然向こうにいた。はい、というわけで一旦拠点に帰ってまたちょっとタラバサミとか作ってみます。よし、このチャンスものにしろ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ナイス、オッケー、よし、安心と信頼のトラバサミ二重掛け、さすがだ。よし、で周りは大丈夫だな。でお前150、よし、オッケー、今度は間違いなかった。というわけで今度こそテイムを開始する。オッケー、寝たぞ、やったぜ。もう攻撃力そこそこ高いな。225。いいね。じゃあまた、いろいろ UI とかで、季節値とか管理しながらテイムしていきます。よし！来たよー！スピノサウルスレベル150。テイム完了。やったぜ。来たよ。サドルをつけて騎乗きました。よし、じゃあ帰ろう。低音ポットがないんで歩いて帰ります。行くぞ、アルゲン旅す。よーし、帰ってきたぞ。ただいま。戦力を連れてきたよ。オッケー、やったぜ。青防衛だ、やった。遠い、めっちゃ遠いんだけど。あー、遠いんだよな。俺の拠点ここだからさ、ここなんで、めちゃくちゃ遠いんですよね。特にアルゲンだからね。アルゲンが遅い。くっそ。で、こっからまたスピノで歩いてこないといけないんでしょう。めんどくさい。よーし、来たぞ。長かった。もう他マップでワイバーンとかで乗ってる俺としてはめちゃくちゃ時間かかった。さあ始まったな。で、ちなみに今俺はモードをね、 PVE モードにしています。はい、まあ普段俺他マップでやってる時はだいたい PVP モードなんですけど、まあ、この防衛戦をやるときはね、 PVE モードにしないといけないんですよ。なぜかというとですね、PVP モードだと、俺のこの攻撃がね、OSD、今ダメージ入ってないんですけど、ダメージが入っちゃうんですよ。なんで防衛戦にならないので、エクスティンクションやるときだけは PVE モードにやっています。はい。まちに PVE モードと PVP モードの何が違うかというと、まあ、PVP モードだと、例えば、あれ、まあなんだ、飛行生物で野生の恐竜がね、掴めるんですよ。うん、アルゲンタビスで例えば野生の、ユタラプトルとかアンキロサウルスとかを掴めるんですけど、 PVE モードだと掴めません。逆に PV
あれ PVE モードでは、PVE モードだと、まあ、飛行生物は野生の、まあ、恐竜がね、つかめません。野生の恐竜がつかめなくなって、まあ、でも、あれ、メリットもあって、あ、これ、破壊しちゃったわ。まあいいや。バリアの外にいられても邪魔だしな。で、PVE モードの利点が、モンスターボール、低音ポットのクールタイムがなくなります。うん。っていう利点。まあ、なのでね、エクスティンクションやるときは、俺は PVE でやるけど、他マップでは PVP モードでね、やっていますという、そういうお話。というわけでね、まあ、今がウェーブゼロが終わったのかな。まあ、こんな感じで、まあ、サクサクっと、もうスピノでね、スピノだったら、あれ、簡単に勝てるんで、青防衛はね。うん。で、ティラノと違ってね、こう、小回りが効くんで、非常にやりやすい。あれ、ひょっとして、汚染ステゴって、あれ、リバランスでハードプレートモードになってるんだけど、汚染ステゴもハードプレートモードなんだ。へぇー。きちんと汚染ステゴも、そういうリバランスの影響を受けるんだな。逆にそれはそれでめんどくさそうだな。よし、防衛完了。オッケー。たくさん出てんね。どうも。よし、からの低音ポット来た。素晴らしい。ちょっと重いな。あ、エンフォーサーだ。で、石の土台と石、木の柱、ポリマーとかか。うん。まあ、とりあえず、空の低音ポットゲット。これが一番嬉しい。いや、重いわ。重くて帰れない。まあ、とりあえずこんなとこかな。よし。それじゃ、帰りましょうか。よう、久しぶりだな。テックステゴサウルス、レベル269。はい、まあ、こちらはですね、テックステゴサウルス、レベル180をね、見つけたんで、テイムしたんですよ。うん、で、まあ、こいつに麻酔を打ってる時に思ったんですけど、まず俺手元に、空の低音ポットねえから、こいつどうやって持ち帰るんだって思って、で、まあ、帰り道とかには、まあ、恐ろしいユーティラヌスとかアロサウルスとかもいるし、こいつ、俺が帰る時には絶対死んでるだろうなって思ったんで、もうここでね、待機させておきました。はい。まあでもこのエクスティンクションというマップで180のテックステゴを見つけられたのは非常に幸運でしたね。はい。これからこの子にベリー集めを頑張ってもらいます。はい。で、まあテックステゴ今は出したわけなんですけど、右下にね、クールタイムがないじゃないですか。そう、PVE ではクールタイムがない。まあなのでね、モンスターボールに大量の生物を持っておいて、クールタイムなしで一気にこう、ポン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 投げて出すことができる。うん。だから突然防衛戦がしたいなと思った時も、もう一気にこうパンパンって、こうクールタイムなしでできる。まあ、これが PVE モードの利点ですね。はい。というわけでね、今回はアルゲンタビスとスピノサウルスをテイムして、そして防衛戦もね、やりました。はい。まあ、アルゲンタビスはね、これからいろいろ、まあ、荷物持ちとしてね、頑張ってもらうんで、よろしくお願いしますと。で、スピノサウルスは、
まあね、この子がいるだけね、大抵の生物には勝てるんで、うちにギガノトが来るまでこの拠点のね、守り神として頑張ってもらいたいなと思います。ちなみに色がね、この体が、まあ今分かりにくいんですけど、体が緑の腹がオレンジということでね、まあカボチャカラーだと、実質ハロウィンイベント、うん、もう終わったのにもかかわらず普通カラーでハロウィンイベントをしてしまったという感じですね。で、まああとは防衛戦で空の低音ポットを手に入れたので、これで幅が広がる。うん、まあやっぱこの空の低音ポットがないとね、始まんないんで、うん、今のアークはね、っていう感じでした。まああとはね、ドガガイとかで、まあ便利生物とかね、まあ今俺の拠点ね、こんな貧弱なんでね、貧弱というか貧相なんで、まあちょっともうちょっとなんだ、電気とか通したりとかいろいろ頑張ってやるためにも、便利恐竜もね、ちょっと動画外とかで頑張って探してテイムしておきたいなと思います。うん、はい、というわけでね、今回は以上となります。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。